1911年、AR ・クイントンが描いた、ダフニが子供時代を過ごしたハムステッドにあったキャノンホールダフニ、デュモーリエはイギリスの小説家、アルフレッド・ヒッチコックの撮影した、レベッカと鳥の原作者として知られる。1969年、大英帝国勲章のナイト・コマンダーの国を得た、恋愛小説家に分類されるが、ハッピーエンドであることは稀で、 頂上現象のニュアンスもある、憂鬱に共鳴する作品とされている。デュモーリエのベストセラー作品は最初は批評家たちに真面目に受け取られなかったが、話の筋道の構成で評判となっていった。レベッカ、うずもれた、青春、短編、鳥、真夜中過ぎでなくなど多くの小説の映画化でも成功を収めた。子供の時に遊びに行って一目で気に入ったコーンウォールで人生の大半を過ごし、 多くの作品の舞台となった。小説や映画でデュモーリエの名が知られるにつけ、逆にイント遁ン生活になっていった。父は俳優のジェラルド・デュ・モーリエ、母は女優のミュリエル・バーモント、祖父は作家で風刺漫画家のジョージ・デュモーリアである。日本語ではダフネ・デュモーリアと書く場合もあったが、正しい発音はデフニージュメートル・アーイエなので、 ダフニ・デュモーリエの方が最も正確で、ダフニ・デュモーリエが以前の書き方を組み入れた、便宜上の中間的な書き方となる。1907年5月13日に、ロンドンで俳優兼マネージャーのジェラルド・デュモーリエと女優のミュリエル・ボーモントのもとに三人姉妹の次女として生まれた。母は、ジャーナリスト、作家、講師のウィリアム・カミンズ・ボーモントの名である。祖父は、作家で、 パンチシフルシ漫画家のジョージ・デュモーリアで小説トリルビーの登場人物スベンガーリーを作り上げたことで知られる。姉アンジェラ・デューモーリエも作家となり、妹寺院は画家となった。家族のつながりがキャリアの構築の助けとなり、初期の頃はボーモントのバイスタンダーシに掲載されていた。1931年小説第一作愛はすべての上にが出版された。 また、ジェームス・マシュー・バリーの、ピーター・パンあるいは大人になりたがらない少年の、着想となったルウェーリン・デイビス家の息子たちとはいとこ同士である。幼少時、父のつてにより多くの著名な舞台俳優たちと出会った。タルラー・バンカヘッドと会った際、これまで生きてきた中でこんなに、美しい人に会ったことがない、と語った。2006年、アンド・ヒズ・レターズ、 グルーコールダーという1920年代後半に書かれたと思われる未発表作品が発見された。ダフニ・デュモーリエは3本の戯曲を執筆した。1作目は自作の小説、レベッカの戯曲家で、1940年3月5日、ロンドンにあるクイーンズシアターで開幕した。ジョージ・ディヴァインがプロデュースし、セリア・ジョンソンとオーエン・ネアズガド、ウィンター夫妻役。 マーガレット・ラザ・フォードがデンバース夫人役を演じた。5月下旬、181回上演の後、スタンドシアターに移行し、ジル・ファースが、ド・ウィンター夫人、メアリー・メレルがデンバース夫人役を後継し、176回上演した。1943年夏、戦死したと思われていた交換が突然戻り、妻が国会議員として、自分の地位につき地元の農民と恋愛関係となる。 自伝的に曲、ザイヤーズ・ビットウィーンを執筆し始めた。1944年、マンチェスターにあるオペラハウスで初演され、1945年1月10日、ロンドンにあるウィンダム・シアターに移行した。ノラス・ウィンバーン、クライブ・ブルックが主演した。アイリーン・ヘンシェルが演出し、617公演上演し、ロングラン公演となった。以降60年以上上演されなかったが、 2007年9月5日、ロンドンのリッチモンドアポンテムズ区にあるオレンジツリーシアターにて、キャロライン・スミス演出、カレン・アスコー、マーク・タンリ主演により再演された、義理の息子であるボヘミアン・アーティストと恋に落ちる中年女性を描いた3作目のセプテンバー・タイドで最もよく知られている。主人公、ステラ役はイギリス滞在中のエレン・ダブル・デイをモデルにし、 作品内では環境を変えた。1948年12月15日、オールドウィッチシアターにて開幕した。前作に引き続き、ヘンシェルが演出し、ガートルード・ローレンスが、ステラ役を演じ、267回上演の後1949年8月、上旬に閉幕した。1932年、イギリス陸軍少佐のフレデリック・ブローニングと結婚し、二人の 娘と一人の息子を育てた。電気作家によると、結婚生活は時々うまくいかないこともあり、デュモーリエは執筆中は子供たち、特に娘たちとは距離を置いていた。1965年、ブローニングが亡くなり、その後すぐに、コーンウォールのパー村近くのキルマース村に転居し、1969年、ここが我が幻覚の時の舞台となった。デュモーリエはあまり社交的でなく、 インタビューを受けることも稀で、一人で黙々と絵を描いていることが多かった。ただし、暴風がモデルとなった映画、遠すぎた橋公開時は例外であった。デュモーリエは、全国史に許しがたい描かれ方だったと記した。スポットライトから遠ざかっていたが、1943年から1969年まで、レベッカの舞台であるマンダレー屋敷のモデルとなった、方位近郊のコーンウォールで、 ラッシュリー家が所有していたメネビリー屋敷を借り受けていたデュモーリエが客人を招き、多くの人々が温かく迎えられとても愉快な人柄であったと語っている。1989年にデュモーリエが亡くなった後、ガートルード・ローレンスやネルソン・ダブル・デイの妻・エレンとの関係により、バイセクシャルだったのではないかという議論が起こった。デュモーリエは回顧録にて、 父親が息子を望んでいたこと、お天場であったこと、男の子として生まれたかったことなどを記していた。電気作家、マーガレット・フォスターに届いたデュモーリエの家族の書簡によると、デュモーリエは信頼する、数人のみに自身の性的思考を明かしていた。デュモーリエによると、表向きは妻であり母であるが、創作活動の裏では愛人を男性的に愛していた。電気によると、デュモーリエは、 男性的な面が作家としての創作意欲に繋がっていると信じていた。フォスターは、デュ・モーリエの没後発見された、指摘書簡で明らかになったとしつつ、性差別を恐れ、バイセクシャルであることを否定していたと主張している。デュ・モーリエ、ローレンス双方の子供たちはこれらに関して強く意義を唱えている。友人で作家のマイケル・ソーントンはフォスターは、デュ・モーリエはレズビアンではないと自身で、 とてもよくわかっており、芝居をしていたのだと知らないのだろうと主張した。彼女の人生において永遠に愛し続けているのは、彼女の秘密の家であるメネビリーと父親であり、ガートルード・ローレンスでも、エレン・ダブルデーでもない。1989年4月19日、81歳で、数多くの書籍を貯蔵している、コーンウォールの自宅にて亡くなった、デュモーリエの医師により、 遺体は仮装され、遺体は、キルマースに巻かれた。ありがとうございます。